職場に典型的なぶりっ子、契約社員、正社員である私の部下にあたる人がいた。注意されると、もう私ったら。とか言うわ、リアルに自分の頭コツンするわ。私って、こうなんですみたいな話し方だわで、正直気持ち悪かった。これで30オーバーだから笑えないし、よくわからない。しかも、見た目も中身も、魔女の私、ぶりっ子さんより年下をあからさまに見下してくる。髪も染めない、ピアスも開けないなんて信じられない、本人らしく。男性経験がないから、男性の気持ちなんてわかんないでしょと。若い男性社員にベタベタしていた。男性社員から助けてくれみたいな視線を感じたときは、何かしら用事を言いつけてたので、そのことでも気に入らなかったらしく、しょっちゅうブゲラされた。30過ぎて、普通の商社に勤めてるのに、髪の毛ほとんど金に近い茶色。ピアス透けまくりの方が信じられないと思うんだけど。なので、契約更新の時、バッサリ切らせてもらいました。私の部下なんだから、ある程度、私の判断で首切られるかどうか決まるのに。何で更新されると思ってたんだろう？あなたが部屋に来た時、私と上司が並んで座ってるのを見て、笑いそうになってたけど、何だと思ったの？隣のデスクから、やたらとデコった鏡が出てきて、ぶりっ子さんの忘れ物？新しく来た社員さんが困惑して相談してきたので、思い出した話でした。